ほぼ今日は天津飯の味噌もスープに天下一品のスープを使います。果たしてうまいのかどうか。これは新鮮さの味噌ですね。漬物、じゃあ大好きちゃんこっちでいきますか。これはうまいわ。うまーといえば排泄口なんですよね。名馬排泄口、それに匹敵するまでです。金沢さんもうまいな。もういい寿司になってきたんですけども、思い出はたくさんありますね。まずね、高校の中学の時に毎日行く女の子たち、可愛い女の子ね、ある日突然ちょっとこの人はどうかなーっていうのは後にして、その女の子は胸を揉むんですよ。女の子はもうかばんでガードするけど、声を出す勇気もね。ほんで、降りる日が来たんで降りてきたんですよね。それはね、また次の日も来たんですよ。その女の子胸もみに行って。これはどうにかしないかんということで、その女の子と男の間に入り込んで、何これ雑魚子だ。今、そんな感じだったんですよ。何これ雑魚子だ。それから、その調子は来なくなりましたね。と言っても、その女の子と喋ったわけでもないんですけどね。まあ、頑張ったかな。ねえ、昔は寒い時は海洋があったんです、昭和時代は。今みたいにほぐして排出機がするんじゃなくて、こんな円形のね、金属製の海洋なんです。で、真ん中開けたらここに綿が入ってて、ジッポーオイルをバーッと入れて、そしたら自然発火して、あったかいんですけどもね、ボードマジバーだから、時間の時間に実験室で話を聞かずに、カーッとしたら、ボーッと燃え上がって、そいつの丸髪全部燃えちゃって、髪の毛の匂い臭いし、なんかおっさんみたいになりましたね。あれは、よう笑ったわ。まあ、そんなこんなあって。楽しい時代だったんですよね。
た当時、高校生の頃はな、膝が生えてる時ってさ、なんか普通に見る膝じゃなくて、女物の膝みたいな形でね、色も紫からあって。それで配信、免許センターに行ったんでしょ。今から考えると、常識外れでしょうね。で、まあ、就職して、その時、ペアになった上司がいて、何だこれ、ダメだ、回復しない人間が辛いままでいきますけど、まあそんなこんなで、その上司とペアを組んだんですね。いや、この店はまだすごい人でね、夕方になったらもう休憩室で大いびきが出れるんですよ。もしね、大いびき、すんごい、ふわーって立ってるんですよ。その辺の仕事は僕がしなきゃいけないから、もう忙しくて大変なんですよ。ある日ね、誕生日から眠りに入りまして、で、休憩室に、案の定、大いびきですよ。そこでね、昔ですから、スーケースの窓を全部閉めて、一人線香をね、十巻っていうかな。あれに一気に火をつけて、十箇所から煙があって、掃除も起きないよ。うわぁ、もう真っ白だと思ったんですよね。そうですね。大学はね、某有名大学を卒業してて、頭が悪くないんだけど、構造は異常なんですよね。天海ピンの天使さん、うまい。長く生きていた、いろんなことがありますからね。あ、そうだ。その上司に、おい、玉掛け、取る方がいい。って言われて、はい、って言って、言ってもそうじゃないですか。わし一人でね、これをしっかりするから、今から見とけって言うんですよ。はぁ、そうじゃないよ。
そしたらね、どうしようかしら、始めるんですよ。で、何を言うとすると、俺のこの泡すごいだろう、っていうですね。まあ、その、確かにね、泡はシャボン玉みたいに出るはずですよね。そんなこと自慢しても良さもないのにな。まあ、面白い、そうですね。うん。ああ、もうさ、おい、山くらい。うん。最近ね、漬物が好きになって、漬物が好きになって、漬物が好きになって、美味しいです。あ、そうだ。これ、どうなのかな？セクハラなのかな？パワハラなのかな？同僚のね、女の子がいたんですよ。で、こうやって、腕が振って、ショートしてるでしょ。なんだね。腕の手を、ピッて抜いて、いやー、エッチーとか言う。てめえ、この野郎。何がエッチだよ。お前らしいぞ。んで、ある時は、後頭部の手をピッて抜いて、あー、いやらしいとか言って。お前、どうなってんの、一体。そんな、時期がありません。女ですよ、シグハラ、パワハラは、ハラということで、実感しますね。今日病院についてね、新時代の方がちょっと落ち着いてるかなって感じで。問題はね、あさってなんですよ。血液検査に、エコーに、診察に、MRI。その時間がギリギリなんで、間に合うかなと思ってたんですよ。まあ、今日もいろいろ動きましたし、アクシデントもありました。まあ、これは、許容範囲の指数で、よろしくお願いします。それでは、ございました。